春休みお小遣い企画実施中、詳しくは概要欄にて。はいどうも皆さんこんにちは。今月は度重なる配課金動画とそしてプレゼント企画によってもやし生活を飛び越えてもうねただいま砂利生活を送っております。クラクラチャンネルのけーすけです。ポーンということでね、砂利をね毎日食らってるんですけども、皆さん砂利の味知ってますかね。意外ですよ。で、今日は何をやるかと言いますとね、節約しようかなと思ってたんですよ。今月、もう次の給料日まで。ただですね、そしたらですね、なんとショップにこちらのパックが並んでおります。こちら！はい！春の特別セール&大工ブーストパック。こちらのパックがやってきたんですよ。で、春の特別セールはね、壁リング80個、で、ダークエリクサのルーンが2個、ゴールドルーンが2個、エリクサールーンが2個で、11,800円となっております。これね、なんかね、プレイヤーごとによって、そのプレイヤーの課金額に応じて値段とか種類とか、変わってくるみたいで、で、自分ハイ課金してるからか、めちゃくちゃ高いのがやってきました。で、さらに大工ブーストパックは建物の本と大工ポーション、そして500万ゴールドが手に入ります。で、今回ですね、このパックが2つ並ぶっていうのもかなりね、初めてなんじゃないかなっていうケースなんですが、さらにですね、今までのパックとは違うのがですね、こちら、裏側見てみましょう。はい、見てください。なんと、このパックは2回購入できますとあります。なんと、複数回に購入できるっていう新しいパックなんですよ。で、大工ブーストパックはですね、はい、なんと、10回も購入することができます。なので、これね、全部買えば建物の本10個、大工ポーション20個、で、5000万、ゴールドが手に入るといったパックになっておりまして、もうね、視聴者様から、ケイスケさん、もちろん、これ全部買いますよねと。もう複数回何回も全部買い切りますよねっていう、ツイッターの方で圧が来ましたので、今回はですね、もうね、借金もするレベルぐらいな感じで、今回はですね、こちらの、春の特別セールと、そして大工ブーストパック、買えるだけ買ってみて、そしてゴールドをですね、めちゃくちゃ貯めてみたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー！はい。それでは、ただ単純に買うだけでは面白くないなって思うので、一回ゴールドのルーンを購入して、で、ゴールドのルーンで、1000万ゴールドまで貯めます。で、そしてシールド剥がして落ちたら、果たしてどれぐらいね、ゴールド略奪されるのかっていうのを見ていきます。で、からのですね、大工ブーストパックですね。これをね、10個買っていって、5000万ゴールド手に入れて、最大6000万ゴールドぐらいまでね、満タンに貯めることができるので、そしたらですね、6000万ゴールド、攻められた果たして何ゴールドぐらい略奪されるのかっていうのも、ちょっとね、やっていきたいなと思います。ではね、早速、行きましょう。春の特別セールを買っていきますよ。はい。じゃあね、アドレス、パスワード入れて、はい。1個目買っていきます。春の特別セール。どう？あ、ほんとだ。ルーンが2個ずつになってる。すげえ。はい。大工のリングも。はい。82個になってる。やばいやばい。で、なるほど。すげえ。これ2個。じゃあこれ2つ買えば4個手に入るってこと？めちゃくちゃ。結構、個人的には嬉しい感じですね。結構ね、村の育成が全然、あれなんですよ。進んでないんで。じゃあ決定を押しますってね。さらにね、購入していきましょう。はい。それでね、春の特別セール2つ目、買っていきました。いや、ほんとね、あれまだ。あ、で、購入手続き完了して。はい。2から4個に増える瞬間、今、見えました。で、壁のリングも162個といった状況になっております。うわぁ。言っておきますけど、自分ね、動画に配課金するじゃないですか。もう完全赤字ですからね。赤字なので、皆さんほんと、最後まで見ていただけたらなと思います。じゃあそしたらですね、とりあえずゴールドのルーンで一旦、1000万ゴールドまで貯めていって、で、ここからですね、村攻められましょう。はい。貯めていってね、これでね、はい、1000万ゴールドまで貯めていったので、今回ですね、ちょっと、果たして、1000万ゴールドだと、略奪量どれぐらいなのかっていうのを見ていきます。はい。じゃあ、攻められたので、早速見ていきましょう。とりあえずね、すぐ攻められるよ。タウンホールとかエリタンね、外出しにしたんですけども、エリタン全部壊されて45万ぐらい、取られてますね。で、1000万ゴールド、収容量最大なら、なんとですね、47万5千ぐらい、略奪されるんですね。なるほど。で、まあね、これね、普通にエリタン壊されてね、終了といった感じなんですけども、じゃあね、これ、さっきも言いましたが、大工のパックですね。こちらを10個買って、で、6000万ゴールドにしたら、果たして、どれぐらい取られてしまうのか、これね、ほんと、気になっている、人もいると思うので、ね、そちらの方、ちょっと早速やっていきたいなと思います。
じゃあではでは早速なんですけども、こちら大工ブーストパック買っていきましょう。10個も買えますからね。建物の方も10個になって、大工ポーション20個になるんですよ。この量やばいですよね。なのでね、そちらのね姿の方もねちょっとお見せしたいなと思います。はい、まず1つ目買っていきます。で、購入手続きが完了していって、で、魔法アイテム大工ポーションとかね、これ入ってますね。はい、4つになっております。で、建物の方も手に入って、はい、これでですね、はい、1個目ゲットしていきました。なのでね、どんどん買っていきましょう。はい、大工ブーストパック4つ目買い終えまして、見てください、建物の本4つで、さらに、大工ポーションね、元が2つあったので、はい、合計5分の10といった形になっておりまして、そしてゴールドも見てください。はい、最大収容量1000万までなんですけども、3000万までただいま溜まっております。いや、これ興奮しちゃいますね。で、まだね、あと6個買えますんで、6個買えるよね、あと、6個買えるんで、ちょっとね、まだまだ買っていきます。はい、じゃあね、6個目まで買い終えまして、4000万ゴールドまでね、貯めていきました。この中、すごい。これがね、円だったら嬉しいですね。これゲーム内じゃなくて4000万円だったら嬉しいんですけども、ね、もうね、自分がね、一生かかっても稼ぎきれないようなお金なんですが、さあ、建物の方も6個ありまして、で、ライクポーションも14個。14個やばいですね。なのでね、あと4つね、買っていって、6000万まで、貯めていきたいなと思います。さあ、いよいよラストになりました。10個目の大工ブーストパック、買っていきたいなと思います。ちなみに、こちらの動画ね、撮るのはですね、制作費的にね、パックね、計算したらですね、35,600円かかるんですよ。高くないですか？ただね、やっぱ YouTuber っていうのは視聴者様の夢を叶えるもの、ね、やっぱり、ね、視聴者様がね、見たいものをね、撮るっていうのがね、やっぱり、ね、YouTuber ですから、なのでラスト買っていきます。はい、それではね、購入手続き完了しました。こっからいきますよ。増えていきます。建物の本が10個になるか、また来ない。あ、さあ、早く、さあ、あれ、ま、あ、来た、はい、来た。ということで、大工ブートパック全部購入終えまして、建物本10個、そして大工ポーション22個。いや、多すぎだろ。からの、はい、ゴールド6000万まで、溜まっていきました。で、パックもね、無事に消えましたので、なので今からね、シールドを剥がしまして、果たして略奪額いくらになるか見ていきましょう。はい、それではですね、早速攻められたので、ちょっとね、果たして略奪額、いくらぐらいなのかちょっと見ていきましょう。さっきの6倍ですかね。さっきが47万いくつとかだったんで、もう240万ぐらい。ゴールドね、略奪額、増えてるんじゃないかなと思うんで、早速見ていきましょう。どう？いくらぐらい？どう？あれ？あれ？ま、ちょっと待って。46万。え？一十百千万十万。え？あ、そうなんだ。あ、じゃあこれ、最大収容量を超えても、その6倍とかになるってわけじゃなくて、あくまでも1000万ゴールドで、そうなんだ。ちょっと、動画的にこれ、もっと増えてた方が絶対動画的に美味しかったのに。ただ、これ、ま、とりあえず、これ、略奪額、最大収容量めちゃくちゃ超えてたとしても、まあ、変わらないっていうのが、わかりましたね。はい、ということで、今回はですね、パック購入してね、最大収容量の6倍、6000万ゴールド貯めたら略奪額いくらになるのかっていう動画をお送りしたんですが、まさかの変わらないっていう検証結果が出ましたね。そうだったんですね。知らなかったですね。なので、最後なので、じゃあね、そしたら最後にですね、せっかく6000万ゴールドあるんで、使っていきましょう。6000万ゴールド。ちょっとどんどん使っていきたいなと思います。これだけあるんだったらね、使わないとやっぱり、もったいないですかね。で、大工さんが、結構余ってるんですよね。大工さん余っちゃってんだよな、結構。とりあえず、インフィノタワーは先に開けとく。あと、そうだな、ちょっとエアスイーパーも、ちょっとやっぱり最近空軍が強いので、上げていって、じゃあ魔法アイテム、建物の本使っていって、で、はい、終わらせます。はい、あっという間に、あっという間に。どんどん終わるな。待って、あと何があったっけ？対空砲は上がりきったので、じゃあもう、
インビオタワーもどんどん上げていきましょう。はい、1000万とか、損害の額使ってもまだ3000万あるっていう、すごい状況になってます。あ、でもこれタウンホール12のために残しておいた方がいいのかな。ちょっとどうしようかな。疑問。待って、インフィナタワーは工事してるでしょ？工事しているので、そうだな、あとはじゃあ、ボムタワーも結構ね、やっぱりホグとか最近強いんで、ホグ対策にも上げておきましょうか。1000万って高い額ですし。で、これで、上げ切って、で、あと魔法アイテム、建物の方は、あと7個あるのね。7個もあるのか、まだ。まだ7個あるのか。じゃあこれ使っていって、で、あと1000万でしょ？ 1000 万使っていって、じゃあ、終わらせます。終わらせていって、で、最後どうしようか。はい、もう一瞬にして、ボムタワーが2つともカンスト、エアスイもカンスト、で、インフィナタワーもカンスト。超早い。進むな。俺の村の育成が止まらない。もう育ちが止まらない。じゃあ、ミストを最後に上げていって、じゃあ、あとはタウンホールとか、はい、戻していって、これで終了ですかね。はい、ということで、で、パックね。35,600円かけまして、今回の動画、お送りしていきました。うん。そうですね。